爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。まるでボールを持った仮面舞踏会。5分経過。危険なタックル。中に絞ってきた。シュート。コーナーキックを得ました。ああ失敗。がっくし。とほほ。果敢にスライディング。おっと奪った。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。キラーパスになるのか。
頭でつないで、後半25分ヘッドでつなぐ、スペースを使う、味方が探してますよ。フォローが遅いですね。ワン・ツー・シュー、エクセレントゴー。さあもう一度見てみましょう。奇才と呼ばれた監督が個性豊かなタレントをまとめ上げています。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。1点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。